はい、ということで今回は大阪府東大阪市出茂町にございます平岡神社さんに来ております。ということで見ていただけますようにね、非常に大きな、そして長い参道でございます。そしてこの平岡神社さんで祀られている御祭神は雨の小屋根の御事とその奥様でありますね、姫御神、そして仏主の御事、そして竹三日月の御事でございます。はい、ということで今回もね、また実は天気に恵まれまして、もしね、私の動画初めての方は晴れてないじゃんって思うかもしれませんが、私雨が多い雨男でございまして、雨の方がね案外恵まれてるっていう表現をしたりします。はい、もちろんね、晴れている時も恵まれてるっていうことで、そういう動画ですので、ぜひ最後まで見てください。そしてあとね、平岡神社さんの地図とか、ぜひこれ見ていただきたいなっていうものがあれば、動画説明欄に URL を貼っておりますので、それもぜひ見てください。ということで、この平岡神社さん、実はね、創始、この神社が始まったのは神武天皇が御即位する3年前と言われております。ということでね、後期元年の3年前ということになりますね。ということで2686年ということになります。はい、ということで、もうね、長い参道、あっという間にその麓に参りました。こちらに来たらね、鹿さんが、立派な鹿なんですが、立派すぎるのでね、万が一を考えてちょっとカゴの中に入っておりました。はい、ではね、ここで手を清めていただければと思います。はい、この平岡神社さんね、とっても美しい神社なんですが、多くの拙者末者ございます。で、その拙者末者さんの中にはね、本当に、一つにね、多くの19ものお社を合わせたものもございます。ということで、とってもね、本当に、今言った4柱の御祭神以外にも多くの神様がいらっしゃいますので、ぜひね、楽しみにしてください。はい、そしてね、この階段を上がる前に右側にちょっとね、坂があります。こちらの方まず行ってみたいと思います。はい、ここ禊場でございます。中にはね、ちょっと入れないんですが、気持ちだけでもここでね、浄化すると言いますか、清い払いをしていただければと思います。はい、ということで、そろそろね、平岡神社さんの方に行きたいと思います。今回ですね、特に参拝時間という形で時間を設けておりませんので、もしよろしければ、ここぞと思うところで動画を止めていただいてご参拝していただければと思います。この階段上がったら目の前にね、拝殿ありますが、その後斜めの位置からになりますが、5本殿、これをね、2回ぐらい映しておりますので、その5本殿を斜め前から見た時でもいいかとは思います。はい、ということでね、とっても美しい、拝殿でございます。この後ろにね、真ん中の奥にかすかに見えているのが御本殿でございまして、先ほど言いました4柱の神様がそちらに祀られております。はい、これがね、御本殿の、この上に上がったらもっと見えるんでね、そちら今から上がってまいります。ちょっとなんですが、この後もう一回ね、帰ってきまして、帰ってきますんでね、この後ですね、もう少しよく見えるところがあります。はい、こちらは若宮社ということでね、雨の小屋根の御事の御子神を祀っておるということですね。はい、ここ一言主神社さんです。またの名をね、今年の主の狼とも言われております。はい、一言で全ての願い、
あらゆる願いを叶えてくれるというとってもね素晴らしい神様でございます。さあこれからでございます。はい、とっても美しい神社でございます。はい、ということでね、こちらをまっすぐ向かっていきまして、左手の方にね、平岡神社さんがもともと創始された、山の上のね、本宮、ここの礼拝所がございます。これはね、皇居の礼拝所でもあり、伊勢神宮と橿原神宮の礼拝所にもなっております。この後ね、出てきますよ。はい、ご神木がね、3本もございまして、この後出てきます。はい、こちらでございます。上津岳本宮、これがね平岡神社創始の場でございます。はい、ということでこの奥にもね、見ての通り立派なね、この石垣ございまして、この上の方にもね、また神社ございますので、ね、そちらに行ってまた平岡神社さんの方に帰っていきたいと思います。そしてこちらのね、平岡神社さん、実は有名なあの春日大社さんありますよね。春日大社さんの雨の小屋根の御事と、先ほどの、まあ春日大社では姫の神、まあ、姫狼ですね、なんですが、実はこの平岡神社さんから勘定されてるんですね。はい、ということであの春日大社でさえも実はこの平岡神社さんから神様を招いて祀ってるんだということでございます。はい、こちらはね天神地義社と申しまして、境内にあったね19の末社、これをね合祀したものでございます。とっても立派な神社でございます。はい、ということでこれからまた平岡神社さんに帰りまして、綺麗なね拝殿の前に、少し行きますので、もしよろしければそちらで参拝していただいても結構でございます。はい、ということで気がつきましたかね、最初来た時はね雨は一応止んでたんですが、いい感じで雨がまた降ってまいりました。一言主神社というとね、奈良県の一言主神社、あと茨城県にも立派な一言主神社がございます。もしね、この動画よりも先にその2社動画公開していたら、下に URL を貼っておきます。なければまだ公開してないということで、楽しみにしていただければと思います。はい、ということで今回は大阪府東大阪市にございます。とっても素敵な平岡神社さんでございました。はい、ということでね、まだチャンネル登録していない方、ぜひチャンネル登録してください。で、動画説明欄にね、おすすめ動画っていう形で4本か5本動画を、URL 貼ってますんでね、ぜひその中1本か2本でも見ていただいて、チャンネル登録するかどうか決めていただければと思います。ということで今回はね、とっても素晴らしい平岡神社さんでございました。また次回の動画でお会いしましょう。また明日もね公開すると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで最後にまた振り返って、平岡神社さんでございました。ありがとうございました。